はい、こんにちは。なんとか作ってよ作ってよ。おはようございます。おはようございます。こういうここの切り欠き、あ、すごいね。乾杯。乾杯。ハイレルのディーラーミーティングで香川に行ってきます。いや、リムジンパスやっぱり楽ですね。あとあと20分で着いちゃう。いやー、めっちゃ楽だわ。今回は高松空港からハイレルまで約30キロ自転車で走りたいと思います。手荷物、自転車は特別荷物として預けます。手荷物カウンターは約15分ぐらい並びますね。余裕を持って行きたいですね。今日はブロンプトンのサイズです。やっぱり T ライン軽いね。フェニックさんの青いプラスチック段ボールに入れてもらいます。保安検査場もやっぱり混むね。ルムシを覆う靴は検査が必要です。ペッパー君めっちゃ活躍してるやん。サテライト行きのバスに乗ります。いいね。今回の荷物はバーサタイル一つ勝負。カメラはね、上に持ちしてるから。横に空間用のフォークとチューブ入れると、今回やばい。これ下着類なんだけど、ここはね、機材のモリバッテリーとか、あとケーブル、ケーブルも入ってる。あとほとんどお土産、お土産、お土産。下もチョコクランチ。お土産でいっぱいやん。で、この辺ちょっと鍵とか入れてるけどね。はーい、やばい、ほぼお土産だぜ。ありがとうございます。すいません、お願いします。ありがとうございます。到着早々ですが、噂の婚姻届が復活したということで行ってみたいです。はい、高松空港の国際線の方ですね。コンビニ近くのところにあるはず。おっと、来たぜ。来たぜ、空港だし。いや、
いや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 、いや念願、めちゃくちゃ念願だね。いやこれか、映ってるのかな。これ、わあ出た、あーしかも熱々、こんな感じだよ。あ、めっちゃうどん美味しい。あ、やべえ、うまい。うまい、普通にうまい。いやよかった来て。めっちゃ普通に美味しいし、いやー、だし美味しかったね、普通に満足。さあ、タイトルまで走ります。やっぱちょっと寒いかもね、ちょっとやっぱ寒い気がするぞ。東京今日13度、さぬき12度って言ってたから、もしかしたら寒いんだろうな。ヤドンのことでんバスですよ、いいね。このあと11時からディーラーミーティングなので、はい、ダッシュで行きます。空港から出発します。いやー、高松空港は山の上なので行きはいいよね。高松空港9時30分過ぎかな、スタートになります。あ、晴れてきた、いや、よかったね。いいね、はい、壁川沿いです。いや、向かい風が強いよ。お、これいけるのか。ことで今行ったけど、おわ、マジか、行く系。いやマジ。はい、タイレルが見えてきました。いや、もう結構集まってるね。はい、こんにちは。あまりにあの無料なものであったんですけど、ただお茶が置いてあったから、あれ、たまてばしずっと遠いくじゃん。皆さん、おはようございます。おはようございます。ちょっと今日は東京の人が来ていて、どうか無事に行きたいと思います。今回で第3回こういう、ここの切り欠きがですね、これフェザーここ切れてるんですよ。で、まだこのフェザーなんとか作ってよ作ってよっておねだりしまくって、海までわざわざ連れて行った。大串半島までもうやりましょうかみたいな感じで、なんかやれやれみたいな、ね、これ FCX のステッカー、これ新しくなるんですか。あ、次からこれ貼り付いてます。はい、あ、すごいね。お、磁石でくっついてる。あ、何それ。ここでここの平面がちゃんとある。へえ、はい、すごー、はい、で何度ですか。 70.5 度です。はい、
で、これここに図面の寸法も書いてます、はい、これ L サイズですね。 L です、はい、なので70から71度の間、 70.5 度です。お、ぴったり。そうなんです、図面上は 70.5 度、すごー。70から71度の間だったらまあ許容だよっていうね。これちょっと触っただけで動くよね。すごー。先生、先生お願いします。ここの平行、平行こっちの面で、おお、シンクロの下からもう一回全体、オッケー、すごいね。これあれですごい。溶接してもらっていかにこれが難しいかをちょっと今度味わってほしい。そうだね。こうめちゃめちゃ精度出てるね。といったまあ感じでやっていく。ありがとうございます。すごい。ハブ泣きながらやって。ハブ泣き。すごい。はい。ありがとうございます。いやこれちょっといいね。やっぱちゃんとや、まあ今まで指くわえてみてたから和田さんで、こう誠さんがちゃんとじゃあでもフレームナンバー覚えとけばさ、この184は俺が作った、184俺作ったぜだよね、夢があるよ。そうだと思う、嬉しいですね。山口さんが仕上げたフレームになりますんで仕上げた、チェーン検査しただけでしょうよ仕上げてんの君でしょいや、やってますんで楽しんでください。いいね、公園が必ずバーベキューコーナー必ず作ってます。あ、そうなんですね。家に来ても家にもちゃんと大きいやつ、バーベキューコーナーで、ご主人がゲスト名前に乾杯、乾杯、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。お疲れ様です。2個目ちょっと早いですね。あったかいですね。たぶん。上物ですか、上物。いやいや、そんな話もしてたんで、またね、交流して。交流して。山越スタイルは。あ、あれは、どういうスタイルなんか言ってみたけど、どういうスタイル。もう全然全然全然。あ、どうぞ。楽しい場を作ってくれた社長に感謝します。ありがとうございます。ありがとうございました。本当に美味しかったです。では一本締めで、はい、よーお。ありがとうございます。すごい。